上山城、佐抜国府屋島城,城、上山城及び関連史跡の一条山城は、佐抜国あの軍の上山にあった、日本の古代山城。城石は、国の史跡に指定されている。香川県北西部、堺出市、丸亀市にまたがる上山の山城に築城された古代、山城である。文献に記載が見えない古代山城の一つで、現在の山名を冠する城名は、 後世の命名による、木山の三名は古代に城が木と発音されたことの名残とされ、類似一名は他の古代山城でも知られる。現在の山城にはゴルフ場があり、その敷地内外に山城の遺構として縄文、水門、石像加工物等が点在する。城石域は1951年に国の史跡に指定された。 近年には古代山城研究会や堺でし、教育委員会による調査が実施されている。なお、城山登録では、佐抜国府推定地や式内社の城山神社の立地も知られる。佐抜国府は都市後輩に城山を望む。城山神社城山城は、文献上に記載のない城であるため、城名、追記時期、性格等は明らかでない。発掘調査でも、 出土遺物に乏しいため変年はつまびらかでないが、天治天皇2年の白月の絵の戦い頃の、朝鮮半島での政治的緊張が高まった時期には、九州地方北部、瀬戸内地方、近畿地方において古代山城の築城が見られており、城山城もその一つに否定される。佐野帰国の古代山城としては、城山城の他に矢島城が知られる。広域的にはその矢島城や、 対岸の鬼の城と共に、瀬戸内海の監視体制を取る立地になり、教育的には、佐抜国府、南海道河内駅否定地を抑える要衝になる。なお、八島城の場合には、日本初期、天智天皇六年城に、筑波国高安城、三、吉国山田軍八島城、津島国近、田城と見えるが、特に八島城のみ軍名を記すことから、これを、 さぬき国内の別の軍の先行城の存在の、ひさとして、城山城の築城や島城に先行する時期に、推測する説がある。城山城に関連する古代の施設としては、山独に鎮座する城山神社が知られる。この神社は、文献上では、日本三大実録城岸元年城、城岸七年城に、城山が認め得るほか、延長五年成立の、演技式神明帳でも、 城山神社と見え、関係文章では任の4年に、佐抜国師の菅原道真が、交雨祈願をしたとする。中世頃に現在地に潜座するまでは、城山山城の明神玄遺跡に鎮座したと言われるが、かつては城山城の守護神としても採取されたと推測する、説や、機能喪失後の古代山城の神聖化を指摘する、説もある。近代以降については次の通り、 城門水門、石類石類城山は独立山階で周辺一帯では最高峰になる。地形は香川県内でよく見られるメサ型のテーブル上溶岩台地でほぼ台形をなす。山上は東西南北約4キロメートルの高原上の平坦地を形成しており、その平坦地周囲に城壁が巡らされる。城は山上平坦地が開ける北西方を 防御正面とする。なお、城山では他に大梅山古墳、白社古墳、孔坊寺古墳、大五古墳群といった古墳の分布も知られる。城山では、城山長者伝説が知られる。城山長者とは、日本穂高の子で、瀬戸内海の悪魚を退治して、統治を治めた、武閣王の子孫という人物で、大金持ちの長者であり、城山山山頂に屋敷を建てて住んだという。 そして足の悪い一人娘が車に乗って散歩できるように道を作ったので、それが今も車道と称されるという、所在地交通アクセス駐車区原点出店場山に関するカテゴリー。ありがとうございます。